本郷座。1915年頃本郷座は、現在の東京都文京区本郷三丁目に、明治初期から戦前昭和まであった劇場。はじめ奥田座、ついで春木座といった。周り舞台や花道のある大劇場であり、様々な芸能の活気となる公演を開いた点で、歴史に残る。明治六年七月十一日、本郷の地主奥田坊が、本郷区、 春木町に奥田座を会場、明治9年には所在地の名を取って、春木座と改名した。主に歌舞伎を上演し、明治17年頃には、9代目、市川段十郎や5代目、小野菊五郎らが出演して、活況を呈した。明治18年5月2日からは、三田村熊吉の鳥熊芝居を上演した。三田村は入場料を安くし、 観客サービスに努め好評を博し、他の歌舞伎を圧倒し、明治19年3月まで興行し、大阪に去った。明治23年に、本郷大貨で累相、翌年新築会場をしたが、明治31年に、また累相、その翌年に再築会場をしている。明治35年には区名を取って、本郷座と改称した。これ以後は、新派の川上乙次郎一座の、 ハムレットなどが盛況を極め、シンパ前世の原動力となった。下町と山の手を結びつける立地の良さ、観客の多くに近所に通う学生層をつかみ、明治後期には東京の六大劇場の一つに数えられるほどに繁栄する。シンパに終始返してから前世となったことから、歌舞伎座が旧派の王都であるに対して、シンパのハフと言うべき劇場と言われた。 当時の客席はまだすべてマス席で、その写真が残されている。明治40年6月1日、2日には、新波の影響を受けた、中国人留学生の演劇団体春流者が、初の本格公演として、国土天禄を上演。今日では、これが、中国花刺激の起点とみなされている。同公演の辻番付が、早稲田大学演劇博物館に保存されている。 その直後の6月7日、老局市東中圏雲江門の東京外線公演が開幕。今まで、何は説に、馴染みの薄かった上中流層を中心に、1ヶ月の大入りとなる。それまで、別紙の対象でありがちであった何は説語りの地位工場に、この公演は大きく貢献。寄せ芸から、劇場芸に変貌する短所となった。対象期には、連射劇が、 盛んに開かれた。大正12年の関東大震災で全焼、翌年にはバラックの劇場が再建され、二代目市川左団寺一座がここを拠点にして公表を博したが、左団寺により明治座が再建されると次第に廃れていった。昭和5年からは小畜の映画館となり、第二次世界大戦中の東京大空襲で後方も亡くなった。 ありがとうございます。